翌朝、小雨の降る重慶は柔らかい霧の中でした。たくさんの乗客を乗せ、準備を整えた豪華客船バイキングセンチュリースカイ号。長江を下って大峡谷を望む三峡クルーズにいよいよ出発です。今回の辻村さんの船旅は重慶を起点に三峡ダムのある町宜昌まで3泊4日をかけて長江を進みます。バイキングセンチュリースカイ号が就航したのは2006年の3月。これほどの大きな船が自由に行き来できる長江の大きさを改めて実感させられます。さようなら、霧の都重慶。バイキングセンチュリースカイ号が無事に出航しました。さて、僕が学生の頃に勉強した徒歩だとか李白の詩、それに出てくるこの景色、また20年ぐらい前からずっと聞いていた中国の一大国家プロジェクトの三峡ダム、それについて一体どういうようなものなのか自分の目で見たいと思って、そしてここにやってきました。優秀の詩人徒歩が船旅の感慨を歌い称えた時代から1000年以上、三峡クルーズは大河長江の今を見る旅です。もちろん長い船旅を快適に過ごせるように船内の設備サービスは極めて充実。欧米からやってきたゲストに高級ホテルに滞在するようなくつろぎを提供しています。キャビンの方を覗いてみましょう。スタンダードの室内はとても船の中とは思えない広々とした作り。全室バルコニーがついています。ジュニアスイートもまた北欧調のシックなデザイン。ゆったりとしたバスルーム、さりげなく贅沢さを演出しているのが充実したアメニティ。さらにこちらはスイート、五つ星ホテルに匹敵するという評価も納得です。辻村さんも船内の設備に興味津々です。ここにもいくつか部屋がありますけど、ここは何でしょうか。リーディングルームって書いてあります。ちょっとした会議をやったり読書をしたりできる、そういうスペースになっているんですね。こっちではチャイナドレス、チャイナ服を売っています。へえ、
こちらの紳士決まってますね。船旅では見知らぬ同士もすぐに親しくなります。美容室のネイルアートはご婦人方に大人気なんだそうです。運動不足になりそうと思う人のために用意されているのがフィットネスジム。乗客の急な怪我や病気に対応できるよう医務室では常にドクターが待機しています。至れり尽くせりの船内ですが、やはりクルーズの主役は川の上からの眺め。デッキに集まった乗客に流暢な英語でガイドをするのはクルーズマネージャーのマックス・ウォンさん。船内のエンターテイメント全ての責任者であり、長江のことなら何でも答えられる頼もしい人です。实际上大坝是我们这个几代中华儿女一贯的一个梦想。我们从1920年的时候由孙中山先生就提出了这个大坝的构想。因为我们这个长江虽然是一条很壮丽的河，但是每年会有数以千计的人死于它的这个非常非常严重的洪水。所以我们从20年的开始就一步一步的考察探讨，然后来建设这样一个大坝。然后我们的这个主席毛泽东呢，然后也提出了高峡出平湖的这么一个伟大的构想。所以我们最终在1992年的时候开始建设了这个大坝，是在我们最终的这个最终的终点站三斗坪建设了一个大坝。通过15年到目前为止15年的建设，现在大坝已经基本上完工了，然后现在已经开始发挥它正常的功效了。ウォンさんの言う通り、かつては何度も大洪水を起こした長江中流の激しい流れは三峡ダムの建設によって安定しました。一方で水位が上がったことにより周囲の町や遺跡が水没、数多くの人が移住を余儀なくされたことも事実です。多くの人を救う世界最大級のダム建設が痛みを伴うものだったことをウォンさんはきちんと伝えていきたいと考えています。这个思念家乡、思念故土的这么一个情节，尤其对于我们中国很传统的这种民族来说，尤其是这样子。年配の方、お年寄りの方はですね、今まで住み慣れた土地がなくなる、また、先祖代々のお墓がこのダムの建設によってなくなってしまうということでですね、すごい反対もありましたけれども、一般的に言ってほとんどの方が今、都会の方で、いい生活をされているようです。ただもちろん問題は物質的なものよりもやっぱり精神的なものっていうのいう方がすごく重要だと思いますがということです。重慶からおよそ170キロ、右手に大きな町が見えてきました。三峡クルーズ第一の停泊地、フォートに到着です。フォートでも多くの家がダム建設で水没しました。もともとは道教の総本山であり、道教の道士が仙人になるための修行をした古い町です。